皆さんこんにちは。株式会社ワムメンズインストラクターのシムと申します。本日はハイパーナイフを治療に用いた技術のご紹介をしていきます。本日特別ゲストとして弊社でのビフォーアフターコンテストで5年連続受賞されております薮野鍼灸整骨院の薮野先生にお越しいただいております。で、薮野先生、自己紹介の方よろしくお願いします。はい、皆さんはじめまして、薮野鍼灸整骨院と理研生徒所のミアンドの薮野と申します。薮野さんとはこのハイパーナイフを、ね、通していろいろセミナーとかさせていただいているんですけども、今日はそれをですね、治療に活用するということで、その活用方法について皆さんにお伝えしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみにハイパーナイフ、皆さんご存知ありますでしょうか？ハイパーナイフって名前だけ聞くとナイフっていうイメージで痛いイメージがあると思うんですけれども、実際に受けていただけると温かくてすごく気持ちいい機会になります。で、今は長く治療院の先生方にご活用いただいておりまして、主に美容メニューでお伝えしていただいておりましたが、今回は肩こりにフォーカスして治療でお使いいただける技術を少しだけご紹介させていただければと思います。ちなみにハイパーナイフってどうやって肩こりにご利用しているんでしょうか？そうですね、肩こりっていうと、いろんな、ね、原因があるかと思うんですけど、姿勢から来るものとかストレスとかね、噛み合わせとかって言われると思うんですけど、そういった中で、手技だけでは取りきれない、やっぱりその温熱だったりとか、そういったものを入れることによってより早くですね、筋肉にアプローチする、あとはそういったですね、より迅速に結果を出すということに関しては、やはり手技だけでは機械を使うということによってより深いところにアプローチができるということで、やはり慢性的な方でより年月が硬くなってしまった肩こり何かに対しての効果というのは、普通の手技よりは期待できるということになっています。そういった部分もね、ここは少し見せるといいというふうに思っています。ありがとうございます。それでは皆さんも早速治療を見ていきたいと思いますので、技術の方に移っていきたいと思います。それではやっていきます。はい、じゃあ今日ですね、肩こり編ということで、ハイパーナイフを治療に使っていきたいと思いますので、可動域を見ていきます。じゃあ次はですね、左、右というふうに向いてください。はい、向きにくいことがありますか？こっちです。はい、ですね、もう手の方ですね。はい、この感じ、上げにくい方とか重く感じる方ってあります？右です。右側ですね、はい、じゃあ首をですね、倒してみましょう。はい、向きにくいことがありますか？はい、はい、この方は右の方が行きにくいということなので、だいたい右のここですね、強さでいうと筋が詰まっているという部分も、考えられますし、逆にですね、頭を支えているということになると、この左の肩甲骨筋にも原因があるというふうに考えます。なので、この2つをちょっとですね、やってみてどういうふうに変化が出るかという部分をちょっと見てみましょうね。では寝てください。はい、はいはい、じゃあですね、うつ伏せになってもらったので、整骨を運っていきたいと思います。で、右に向きにくかった部分っていうのは左の肩甲骨が硬い傾向にあるので、この部分もちょっとアプローチしていきます。で、普通にハイパーナイフかけるよりはですね、まずこういうふうにですね、肩甲骨を出すことの方がやりやすいので、この姿勢を取ってあげてください。で、僧帽筋ってね、筋肉ありますけど、僧帽筋はだいたいひし形についてます。ので、中の方にあてがってですね、この脊柱の背骨からやや外側ですね、この部分を特に、この一番硬い部分ですね、だいたい背骨から 2,3 センチのところ、この部分がポイントになっています。
はい、次はですね、首の回線の動きに変わってくるので、強さ乳突筋ですね。よくまあ小顔とかにもね、効果があるという強さ乳突筋は、乳幼突起の部分から胸骨の方と鎖骨の方に分かれています。ので、この部分を少しですね、やや回旋して、少し強さ乳突筋をさせます。ここはちょっとね、こうアプローチをしていきますね。で、胸鎖乳突筋の中にはですね、動脈と静脈が流れています。内頚動脈とですね、内頚の静脈ですね。で、双頸動脈が流れています。なのでここに鎖骨かリンパの方に反対の手でこう流しながらですね、胸鎖乳突筋に沿ってリンパを流して、すごい硬いですね。相当首を使ってますね。下向いて作業してる人はこういうところが随分硬くなりますからね。まあ、こういうふうに座りながらかけることによって、まあ、女性でもですね、まあ、こういうお着替え少なくいい状態でもできるという利点もあります。ちょっと軽くやりましたけど、じゃあビフォーアクターですね、先ほどの状態に見ていただきながら見ていきたいと思います。はい、じゃあ整列が終わったのでビフォーアクターを見ていきたいと思います。じゃあ同じようにですね、左右と右、と比べて動きやすさどうですかね。なりました。ですよね。はい、で、これ肩上げた感じ。うん、だいぶ違う、うん。はい。要は肩甲骨を上げるときにある肩甲突起っていう詰まりの部分もそうですけど、この首を支えている強さの突起っていう部分が張ってくるとより肩こりを起こしやすい。今日はメジャーな筋肉っていう部分をまあレクチャーして。より深くね、やっていくためには、よりその体勢だとか、あとは反対の手の流し方っていうのも結構、ね、重要になってくるので、まあ、その点をちょっとポイントにやっていただけるといいと思います。まず肩こりが強い人、回線がなかなかいかない方は、強さに突きを起こしてください。肩が上がりにくい方に関しては、肩甲骨と背骨の間ですね、肩甲胸筋のところをですね、手をしっかりホールドした上でかけていただけるとですね、結果が出やすいと思いますので、ちょっと試してみていただければと思います。はい、皆さんどうだったでしょうか。めちゃくちゃすごかったですね。結構やっぱ肩こりの悩みがある方すごい多いと思います。で、次回は腰痛編になりますので、ぜひ興味ある方見ていただければと思います。それともう一つなんですけれども、2月18日に薮野先生がセミナーを行っていただきまして、こういったハイパーナイフを治療に使った活用方法っていうのをセミナーとしてやっていますので、ぜひ興味がある方は第2弾の腰痛編を見ていただいて、詳しい内容を見ていただければなと思います。はい、本日は薮野先生ありがとうございました。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。
それでは皆さん、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。